まずは雑魚敵が出てくるからそれを始末していってくれ。前置きがない。いきなりぶっ飛びすぎてシークバー確認したわ。その右手に持ってる機関銃で対処してくれ。投げやりすぎる。それではまた。前置きがない。そこの城に変な敵が出てくるからそれを退治する依頼を受けたからこなしてくれ。私にアポートで。こなしたら住民税代わりに払ってくれるらしいぞ。誠心誠意真面目にやらせていただきます。このわらわら出てくる敵を倒せばいいんだね。そそ、簡単な仕事だろ。で敵を倒すと経験値がドロップするからそれを回収してくれ。あ、敵を倒すだけじゃダメなんだね。レベルアップすると得点が受けられる。今回は新しい武器を手に入れるか、今の機関銃を強化するかのどちらかだな。これってどれがいいの？違う武器を持った方がそれぞれの武器の固有の能力を発揮できるから新しい武器を選ぶのが無難だな。今回はこの範囲攻撃できるランチャーを取るといいぞ。これで範囲攻撃のランチャーが手に入ったな。弾薬は少ないけど範囲ダメージ入るからうまく使っていきたいね。あれ？今回は武器っぽいものがあんまりないけど、ここにアイテムの種類が書いてあって、レリックはいわゆるステータスのバフ、セカンダリ武器は拳銃とは別枠の武器、パッシブ武器は勝手に発動する武器だな。今回はこの稲妻を選んでおこう。わかりました。第3の腕が出てくるぞ。ミストラルになれそう。はい、またレベルアップ。スパンが短い。あ、今回は武器の選択だ。今回は火炎放射器をおすすめする。この浸透する、またの名を貫通が強いからな。数で攻めてくる敵に有効だね。はい、これが火炎放射器。どうやって持ってんの？このマップはギミックが多くて移動がとても楽。サンキューグラップリングフック。かここなら敵来ないんじゃね。がっつり来てたわ。アンチがあるわけなかろう。しかもこいつ早いぞ。一旦下に撤収。次のレベルアップが来たぞ。お、ブラックホールあるじゃん。これ最強だから選んどけ。ここの敵のほとんどはプレイヤーに突進してダメージを与えてくる。そしてブラックホールは敵を押し出す。つまりどういうことかわかるな。敵を寄せ付けないから攻撃もさせない。このゲームにおいて移動でバフは最強だから積極的に取っていくといい。目の前に宝箱があるぞ。あれも取っとけ。これは？これは本来レベルアップしないとできないアイテムの取得ができる。卒業じゃん。今回はバブルブラスターかな。これも範囲攻撃みたいなものだから。はい、バブルブラスター。また謎の持ち方してる。次はこの海賊のキャノンを選んだぞ。海賊のキャノン追加。これも貫通弾みたいなのを発射してくれるから大衆弾特化武器だね。敵もだんだんたくさんになってきたし貫通の力も発揮しやすそう。次はこのバットバットを選択。これは簡単に言うと近接戦闘武器。敵がいっぱいだからレベルもガンガン上がる。今回は敵に移動速度低下でバフをつけられるパルスガンを選択。パルスガンを待ち。次はパッシブ武器のオーブ。ガイド付きってのはつまりホーミングしてくれるってこと。次はミニガンを選択。だわね、脳筋武器。発射レートが高い代わりにリロードも時間がかかるくせもの。次はオーブを強化してみよう。強化すると弾薬、ダメージ、リロード時間が強化されていくんだね。次の武器はこのルミナスワールウィンドウ選択。祝福してください。さらにこの聖なる水のホースを追加で手に入れました。ブラックホールと同じ押し出しがあるから最強 QED。 その結果こうなりました。武器持ちすぎじゃない？武器持ちまくった結果放置で敵が倒せるように。貫通が強すぎる。遠距離攻撃する敵もほぼいないし出てきた。聞いた話と違う。なんでこいつ除草剤撒いてんの？いや、海洋深層水かもしれない。おにょじゃねえか。でも移動速度は低めだしダメージも高くない？引き打ちすれば問題ないな。ちょっと体力高いけど。いや硬いな。でも着実にダメージ入ってるからゆっくり対処していこう。ボス来ました。ボスは教わるの？ボスは高体力高攻撃力、何より遠距離攻撃をしてくるタイプもあるから気をつけろよ。悠長に雑魚相手してる場合じゃないじゃん。ちなみにボスは特別にシルエットが赤い。わかりやすくていいね。今回のボスはカマキリ。遠距離攻撃はしない、ただのカカシだから対処はしやすい。敵を倒すとゲージが溜まる強力スキルで攻撃力を強化すれば対処はしやすいボスだぞ。あら、もう倒しちゃった。やっぱ体力だけのデクの棒だったか。やばい、体力がもう残ってない。空飛んで耐久力が高いのは反則だろ。体力が高すぎて処理が間に合ってませんね。しかもこいつブラックホールの押し出しに耐性があるんだけど、しかもボスがでっけバフやー。今まではこのおっさんを使ってたけど、次はこのちゃんとレベルを上げたお兄さんを使ってみよう。レベルも131で、スキルツリーもがっつり育成してあります。それじゃちゃんと育成したキャラでリベンジだ。スキルツリーを上げると攻撃力とかリロード速度が良くなるんだよね。しかもキャラが違うってのもポイント。このキャラは機動性が高いから回避がしやすい。しかも今回の初期武器はサブマシンガン。こいつには超強力な能力が付与できて、それがこの長弾。この能力が付与されると、弾がもう一つのターゲットにリコシェします。
リコシェってなんだよ。リコシェっていうのは長弾のこと。つまり敵にダメージを当てると別の敵にも同時にダメージが入るってこと。これがバカほど強い。移動素材と同レベル、もしくはより優先的に取るといいぞ。長弾すると弾が別方向に飛ぶエフェクトがつくからわかりやすい。お、幸運効果がついた武器が出てきたな。幸運効果？このクローバーマークが目印で、通常強化は1段階ずつ上がるけど幸運効果がつくと一気に数段階上がるんだ。初めて手に入れる武器なのにいきなり2段階目に強化されてるだろ？ほんとだ。基本的に幸運がついた強化は無条件で選んでもいいと思うぞ。しかも長弾20付き、つまり1回攻撃するごとに20体に攻撃が通るってことだな。と強くて草も生えない。しかも長弾のヤバいところ、それは敵が密集していなくても問題ないところ。敵が離れていようが間に壁があろうが関係なく長弾されるぞ。壁貫通はダメじゃん。まあ幸運選ばないんですけどね。密接したのに。すげえ、幸運強化が3つも出てきた。これがランク上げの力。最強効果の長弾があるサブマシンガンを選びました。同じ武器選んだか。さらに次のレベルアップでも幸運強化がありました。このランクで一番恩恵を感じるのこれかもしれない。さらに次も幸運強化あり、ニルゲーになってしまうのでは。なんなら幸運強化プラス2とかいう一気に3段階強くなる強化も出てくる始末。あーもうめちゃくちゃだよ。その結果ボスがヌルゲーに。まあでもこれは一番最初のボスだから、これからどんどん出てくるから。本当に瞬殺だった。はい、次のボスですよ。おい、2体出てきてるじゃん。笑える。と言っても片方はただのカマキリか。余裕だ。いや全然カマキリじゃないじゃん。打足類になったオイランだね。みんな合体してんな。あとボスがドロップしたレリックがやべえ。それぞれのステータスを均等に上げてくれてる。ボス級になるとドロップするレリックも高級なものになるね。ちなみにもう1体のボスは雑魚でした。一応そいつもボスだからね。ボスだからブラックホールの押し出しが効かないんだけど、だからなんだって感じだよね。武器が強くなりすぎてちょっと硬い雑魚的になってしまったか。ちなみに今の武装はこんな感じ。ここがメイン武器。メイン武器10個持ってる。ここがサブ武器。ブラックホールとかのやつだな。ここまで来ると本当に放置で敵が溶けていきます。行き止まりのところはつまり入り口が一つしかないから、そこにエイム合わせとけば勝手に倒せちゃう。ここでも長弾が活躍してるんだけど、一方で長弾の弱点もあらわになってるな。長弾の弱点？おそらくだけど弾は近くの敵に同時にダメージを与えるんじゃなくてランダムな敵にダメージを与えてるんだよね。そうなるとプレイヤーの遠くで敵が倒されるわけなんだけど、そうなると経験値の回収ができない。もちろん目の前の敵を倒してるからある程度の経験値は回収できてるけど、経験値ロスは発生してるだろうね。でもそれがどうでもよくなるくらい長弾が強すぎるんだよな。そんなこんなで3回目のボス襲来。ボスは3匹。まずは逃げ回るよくわからない卵。ボーナスボスか？でもこの卵を放置するとちょっと強いカッパが出てくるから気をつけて。2匹目はでっかい魔法使い。こいつが厄介で、このボスは遠距離攻撃をしてくるから最優先で倒すがち。プレイヤーの頭上から隕石落とすからどこからでも攻撃してくるやべえやつ。そしてもう1匹はでっかいサソリ。こいつガード中は前面からの攻撃が無効になるから回り込む必要があってめんどくさい。ガード解除して突進してくるからその時が好機だね。はい、ただの雑魚。さらに放置してたら、次のボスが来ました。次は4匹ね。はいはい。今回の雑魚はちょっと厄介で、この看護師の当たり判定が足にしかない感じなんですよね。ヨヨイの判定が攻撃力でも体力でもなく当たり判定とは、最初胴体を狙ってたのに全然 HP バーが動かないからとんでもない高体力なのかと思いました。あとは多足類をいらんと、結局何だったのかよくわからないやつと、あーこれもちょっとめんどくさかったかな。複数の場所に点在するタイプのボス。こいつ自体は攻撃してこないんだけど、当たり判定が小さいハエみたいなやつを生むからそれがめんどくさかった。しかも動かないから自分から迎えに行かないといけなかったのもめんどくさかったです。これは放置に慣れてるのが問題なのでは？あ、この放置はただのゲーム放置とかではなく、じっとしてると体力が回復するパークを今回持ってきてるのでそれを活用するためですね。うわめっちゃキショイ敵が出てきた。あ、でもそんなに強くなかった。近づけなければ等しく雑魚。ただ次に出てくる敵が厄介で、この甲羅みたいな敵。この甲羅、盾なんですよね。なのでダメージが全然通らない。持ち方的に背後にはダメージが通りそうだけどな。盾ごと溶かそうと思ったけどちょっと厳しい。ガチ脳筋プレイしてんな。幸い移動速度はそこまでないから倒せなくもないけど、この敵にフォーカスを当て続けるのもキル効率激減するから問題。でも背後に回るのめんどくさい。このキャラ一応機動力の高さを売りにしてるんですけどね。そんなこんなしてたら次のカスウェーブ。今回は5匹ですね。まずは長距離攻撃してくる魔法使いを倒して。
はい、終わり。一般雑魚性カッコカス。でもこうやって自分を強くしてボスを楽に倒せるようになるのって楽しいよね。実況しにくいけど致命的すぎるっぴ。放置の傍らテンスラの漫画新作を読んでたら次のボスウェーブがガチの放置ゲーになってしまったか。まずは足にしか当たり判定がない看護師をぶっ殺、そしたら移動班以外のところにアイテムを落とし上がりました。はい、討伐終わり。さっき逃げた卵が孵化して出てきたカッパがいたんだけどな。プドロップする面白い敵でした。弱すぎてカット編集されちゃった。そんなこんなで30分経過、最後のお仕事が始まります。地獄の浪人ぐんぐんを倒す。ぐんぐんしちゃったか。地獄の浪人っていうのはこの武者みたいなやつのことね。弾幕が多すぎて視認できません。こいつらはボスレベルの体力とボスレベルの攻撃力を持ってるからとっても厄介。気をつけてね。ボスレベル？はい、終わり。すげえあっさり、胸肉みたい。ということで今回はここまで。こんな感じでレベルアップして自分を強化していくゲーム、Vampire Hunters。今ちょうど割引されてるので面白いゲームを探している人におすすめです。最近のアップデで日本語に対応したので楽しめると思うぞ。たくさんの武器を持ってトリガーハッピーするのが好きな人はぜひ。それでは戦場を愛しましょう。サバイバーじゃなくてハンターだからな。